日本近畿地方大阪府大阪市天王寺区、安倍の区天王寺安倍の春かす安倍のキューズモール4、天王寺天王寺は、大阪府大阪市天王寺区南部と安倍の区北部に広がる繁華街の名称。一般的には、天王寺駅及び南に隣接する大阪安倍の橋駅周辺の繁華街、オフィス街、公園などからなる地域を指す。競技では、天王寺駅の北側を、 天王寺、天王寺駅の南側を安倍野と呼ぶ。大阪市に置いてきた南に次ぐ、繁華街の規模を有する。なお、講義には、東成郡天王寺村の旧村域を指し、この場合は、行野区、何和区西成区の各一部も含まれる。当地を指す場合に、天王寺が優勢なのは、駅の開業順や、規模の違い、南へ。 約500メートル離れた安倍野駅との混同を避けるため、元の集落の位置が天王寺は4天王寺周辺と、近いが、安倍野は、安倍王寺神社周辺と、かなり遠いことなどが挙げられる。JR 西日本、大阪メトロの天王寺駅、近鉄の大阪安倍野橋駅、半海電気軌道の天王寺駅前停留場、路線バス、高速バスが集中する交通の一大拠点となって、おり、 大阪市街の南玄関としての機能を難波と2分、する。地域名称としては劣勢の安倍野ではあるが、当地における繁華街の形成は大鉄時代から、近鉄の先導によるところが大きく、こと繁華街を指す場合は、安倍野が優勢に転じる。大型商業施設には、天王寺美を、近鉄百貨店安倍野ハルカス近鉄本店、安倍野キューズタウン、安倍野ルシアスなどがある。 地下街は、谷町線改札上階の安倍地下、御堂筋線改札内外の駅も天王寺と書く、大型商業施設の地下街がある程度で、あまり発達していない。当地の繁華街は、大阪市第3の規模にまで発展しているが、繁華街の他にも天王寺公園や大阪市天王寺、動物園、四天王寺といった、観光地としての側面も併せ持っている。また、 上町第一条には、文京地区が形成されているため北や南に比べて、学生の比率が高い一方、天皇寺公園と安倍のキューズタウンの西方に、新世界と日田新地が位置しており、老若男女を問わず、賑わいを見せている。天皇寺七坂の一つ、天神坂の上がり口天皇寺は、聖徳太子総研の日本最古の漢字である四、天皇寺の略称として、 平安時代から使用されていたが、当地で合戦が繰り広げられた南北朝時代から地名に転化した。駅北西に位置する一神寺から生国魂神社にかけては夕日宮と呼ばれる。上町大地はこの辺りが旧街になっており、落葉の眺めが良い。安倍野は四天王寺住吉大社間の上町大地上を呼び、西斜面を指す地名で、摂津国から、 泉国に至る交通の要所地だったが、高層地であるために高流とした原野が広がっていた。中近世には、安倍屋と表記されることが多く、現在でも大阪安倍の橋駅や、安倍の神社にその名残を留めている。地名の由来として、最も有力な説は、安倍寺やその根竜者である安倍氏とされ、これに基づいた表記である安倍野が近現代においては、 主流となっている。しかし、別地名との誤認を避けるためにかなで表記されることも多い。近世には、東成群天皇寺村と安倍の村が成立する。天皇寺村は既存の七つの集落と四、天皇寺門前の町場に加え、天明、関成年間に天下茶屋を編入して約一万人の人口を要する大村であった。一方、 安倍の村は1618年に天皇寺神家、安倍の村として成立し、1663年に天皇寺村から分村した人口約300人の小村で範囲も狭く、現在の安倍の区松虫通り、生命通り、あよい通、安倍の元町、王子町、阪南町の2の4丁目付近に過ぎなかった。1889年に天皇寺村と、 阿部の村が合併して、東成群天王寺村となった。なお、以降の行政区域の変遷については、天王寺村を参照のこと。大阪城下には接していないものの、上町大地の空堀以南には、大阪最大の寺町が四天王寺にかけて、形成されており、実質的に大阪市外の南東端に位置していた。 東から竜歌江奈良街道が四天王寺へ伸び、この道に沿って1889年に大阪鉄道が現在の関西本線天王寺駅を設置。この際に上町大地の堀割部に安倍の橋が架橋された。1895年には現在の大阪環状線の一部も開通し、早くもターミナル駅となった。大阪市街へ頭を向けた。 東端式ホームを採用した南波駅、港町駅、潮見橋駅の3駅が、延伸の余地がない上に、南波村の早期市街化で地上が手詰まりになっていたのに、対し、天王寺駅の南側は、農村地帯のままで余地があった。1923年に、大阪鉄道が、現在の近鉄南大阪線大阪阿部野橋駅を、1929年に、 半和電気鉄道が、現在の半和線天王寺駅を設置。天王寺駅は、大阪駅に次ぐ、鉄道結節点となり、上述の通り、大阪市街の南玄関は、現在も、南波と天王寺に二分されている。天王寺の前堂から舞を前へとの毎度の使い、毎度のように前が舞えますなら舞って、舞も舞いましょうが、毎度のように舞が舞えませぬゆえ舞って舞は舞いませぬ。 ありがとうございます。